17世紀バロック美術ルイ14世のベルサイユ宮殿スペインのベラスケスフランドルのルーベンスファンダイクオランダのレンブラント音楽はモーツァルトバッハヘンデル世紀ロココ美術プロイセンのサンス式宮殿フランスのワトスペインのゴヤフランス文学は古典主義で悲劇のコルネイユラシーヌ喜劇モリエルパスカルパンセイ人はカンガルアシイギリス文学史ツラクエミルトンロビンソンクルーソーのデフォーガリバー旅行記書いたのは So sweet yeah, yeah, yeah.ラボアジエ首都法全難植物分類をリンネが発見哲学の一つイギリス経験論フランシスベーコン機能フランスのデッカ我思う故に我あり演劇法を築き大陸合理論となるオランダのスピノザ反身論ドイツライプニッツ端子論カントはドイツ観念論の基礎を作るケネ経済表デュルゴとジュノ主義へアダム・スミス国富論神の見えざる手社会契約説ホッブズ・リヴァイアン三番人の番人に対する闘争ロック統治に論人の心はタブララさ啓蒙思想ボルテール哲学書簡法の精神モンテスキュー三権分立社会契約論人間不平等起源のルーソー百科全書デイドロダランベル中心に